つは就活予備校の語源 ES の書き方の企画になっております。今回は ES の書き方の中でもガクチカの書き方をもう一から岡本さんに教えてもらおうというような企画になっております。ガクチカって今書いてますか？僕は書いてます。結構通ってますか？いや、半分通ってるかなみたいな。なるほどね。私も書いてるんですけども、ちょっと私の場合は全然通らない状態ですね。私はもうそもそもまだ全然書いてないので、もう本当に一から岡本さんに教えていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ岡本さんの自己紹介はじめによろしくお願いします。はい、うずうずの岡本と申します。就職活動のサポートですね、10年以上ずっとやってきておりまして、ひろさんチャンネルという就活の YouTube チャンネルを運営しております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ガクチカで見てるポイントっていうのはどういうところなんですかね？この人を採用したらうちの会社で活躍するかどうかという視点で見ています。なので具体的に見てる場所はその中で言うと2つ。まず一番重要なのはどんな結果を出したか、その結果が聞いた時に仕事の活躍イメージが持てるような素晴らしい結果かどうかというところが1点。またそれの結果だけ言ったとしても、具体的な中身が伴ってないと、ただやりましたって言ってるだけになっちゃうかもしれない。その結果を確かに出してるんだろうなと感じさせるような具体的な取り組み内容であること、取り組んでいる量がしっかりしていること、ここら辺の2つを重要視して見てますね。ありがとうございます。具体的にどんなエピソードだと評価されやすいとかってあるんですかね？全然アルバイトも評価されますし、部活も一般的にはやっぱり大学まで部活やってるっていう時点で結構ガチでやってる人が多いので評価されやすい言葉多いですね。逆にあんまり評価されないっていうものももう結構明確に決まっていて、あげちゃうとサークル、特にサークルの中でも新歓でたくさん勧誘するの頑張りましたみたいな。サークルだとやっぱり仕事というよりはどっちかっていうとこう遊び、プライベート側の要素で見られたりするんですけれども、勧誘活動ってそのサークルという中でもさらにごく一部の成果という内容を切り出した話になるので、なんですごく部分的な話になってしまうので、いい結果だねというふうに思ってもらえざるくなったり、そういうのがあったりとか、マラソン、筋トレ、ダイエット、読書たくさんしましたとかもそうですね。仕事での活躍イメージっていうところに転換しづらいエピソードになるんで、難しかったりする。あとビジネスコンテスト出ましたとか、ビジネスコンテストって結構短期間でやってるものすごく多かったりするんですよね。 1,2 ヶ月とかでやっているビジネスコンテストというものをやったとしてすごくインパクトあるかというと持たれづらかったりとか、あとビジネスコンテストって企画だけしておしまいみたいなものが結構多かったりするんですね。どの仕事でも実際やることってめちゃくちゃ泥臭い地道なことを積み重ねていくのが毎日やることという時に、いいところっぽい企画だけしましたみたいなところで入賞してたとしても、実際に会社で働いて業務と向き合って地道なことを積み重ねていくっていう時にギャップを感じてしまいそうな人かもなというふうに思われたりしてしまったりだとか、あとビジネスコンテスト自体が学生の個人情報を集めるためのマーケティングの取り組みだったりすることが結構多いっていうことを、たくさん学生に登録してほしいので。なるほど。ビジネスコンテストって興味引くじゃないですか。はいはい。はい、なんか今その評価されないエピソードを聞いたんですけど、どんなエピソード書いてますか？ボランティアとかですか？ボランティア、はい、アルバイトの、アルバイト、私ここの長勤だって書いてました。今の中でダメなものってありましたか？まあ、長期インターンとかすごくいいです。高橋さんすごく時間もコミットしてやっていらっしゃるのですごい良かったりとか、あとアルバイトも長く続けられてるんですかね、はい、っていうものだったらすごく良かったりするんですけど、ボランティアあんまり良くなかったりするんですよ。誰なんだボランティア。ボランティアいいと思った。ボランティアの中でも評価されづらいものはスポット系のボランティア、何ヶ月に1回どこどこに行ってボランティアしますみたいな短い期間での取り組みになると、それってすごく自分の時間をコミットして成果につなげたものっていうわけじゃないよねって見られ方をしてしまいがち。あともう一点が、私はボランティア自体すごく素晴らしいことだと思いますし、私もボランティアやったりすることっていうのはあったりするんですけど、ボランティアってお金をもらってやることではないので、基本的に受けている会社って株式会社で利益を出すためのビジネスをしている会社になるので、目的という部分でいくと仕事での活躍イメージとかっていうのを持ってもらいやすくするのであれば、ボランティア以外の話とかの方がプラスになることっていうのは多かったりします。なるほど。ガクチカの構造をどういうふうに書けばいいのか教えていただきたいです。テンプレでいくと、まず最初に何々を頑張りましたっていう風なところのタイトルですね、1文目。その後にどういう内容のことなのかっていう前置きが入って、その前置きの後に課題
それを取り組むにあたってこんな問題がありました。でもその問題を解決しようと思って自分はこうすることを決意しましたっていう決意とか、あとはここまでやろうと決めたっていう目標が入ったりします、はい、でそれを達成するための、重要なポイントっていうのが具体的な取り組み 1,2,3 だいたい3つぐらい入っているといいですね。ここの具体性がめちゃくちゃ重要になります。でその後にその結果っていう最終的にどういうふうな客観的に素晴らしい成果を出したかどうか、結果を伝えた後に1文目のタイトルを繰り返す、そのような取り組みが私が学生時代一番頑張ったことですみたいな、これが一連のテンプレートになります。で、よくある必要ないことっていうのは、私はこの経験から何々を学びましたとか、私はこういうふうなことやってきたんで御社でこういうふうに貢献できますみたいな、はい、こういう一文を入れる人ってすごく多かったりするんですけど、私はそれあんまりいらないかなと思ってて、この人仕事できそうだなって思ってもらうことが重要なんですよ。自分から言うことではなくて相手に思ってもらうこと、そう思ってもらうためにはその具体的な取り組む内容だったり量だったり工夫だったりで、ああこの人でじゃあうちの仕事でもこんな工夫してくれるのかとか、うちの仕事でもこういう取り組み方してくれるのか、こういうふうに想像してもらえたら勝手に相手は思ってくれるので、自分ではなくても。なので限られた文字数の中でアピールを入れるよりも具体的な内容にパワーを使った方がより良い内容になるかなと思います。確かに、いつも400字で自己 PR とかが口か書いてるんですけども、それを200字にするっていうのがすごい難しくて、どんな風に削ったらいいか教えていただきたいです。確実に削れないのは結果ですね。と具体が一つもないはちょっときついですね。3つは入れれなくても具体は入れたいという風なところですかね。じゃ具体を3つか1つに絞るところで削るという風な感じですかね。あと結構多いのが余計な文字数使ってる人多いんですよ。あ、主にこういった業務をやってましたとかって、主にっていらないですよねとか、何々だと思いましたとかって、何々ですって言ったら別に文字数があって削れたりだとか、一文一文見ていくと結構削れる部分で多かったりするんで、そういった工夫も合わせるとだいぶ文字数のこう制限に向き合いやすくなるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。挫折経験ないんですって答える方めちゃくちゃ地雷踏んじゃってて、チームでの人とかないっていう人はどういう風にすればいいんですかね。じゃあこんな感じで学知化編は以上になるんですけど、ベベさん動き出せそうですか今日から。動き出します。はい、じゃあ皆さんも今日の授業を見て ES 学知化まだ書いてない人、これを参考にしていただけたらなと思います。友達の方から何かあればお願いします。はい、就活で始めるとやること多くて、何かやればいいかとか分かんなかったりだとか、分かんないこと多いと行動につなげづらかったりとかすると思うんですけれども、旬ダイレチャンネルを見れば何から始めればいいかということが分かるので、しっかりそこで見て学んだことをですね行動に移して就活一歩ずつ前に進めていただければなと思います。ありがとうございます。では今日の授業は終了になります。岡本さんありがとうございました。ありがとうございました。